まりました。使いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。はい、どういたしましてです。ありがとうって言われると嬉しいですよね。そうですよね。なんかそういえば前にどういたしましてのことなんか変な略し方してませんでした。変な略し方。どういたまーってやつ。そうそれそれ。でもどういたしましてって長いから。ああなるほど。どういたしましてを省略してどういたまーっていう感じ。そういうことそういうこと。それじゃあ今回は実際に使ってみましょう。重い。大丈夫？手伝うよ。ありがとう。どういたまー。心優しく力持ち。はい、これを英語にするとどうなるのかな、見てみましょう。This is heavy. Are you okay? I'll help you. Thank you. My pleasure. どういたしましては My pleasure でしたね。 Pleasure には喜びっていう意味があるんだよね、うん、お役に立てることが私の喜びですみたいな感じだね。ではもう一度復習してみましょう。This is heavy. Are you okay? I'll help you. Thank you. My pleasure. いかがでしたか? My pleasure. ありがとうって言われた時に使ってね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。 Wow.